ソラナのハッキング痴漢流出みたいなところがどうなったかみたいな、税制であったりとかイーサのマージンみたいなところは読者さんもすごく関心が強かったところなので、注目度が高いのが明らかにこのイーサリアムのマージ関連、この Web2 の企業が、まあ、この Web3 へ移行しているその発信があったのかなと。マーケットが下落相場にいるのは金融関連の要因が強い。それではコネクティービー9月号を始めていきます。香上さん、本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日は9月に知っておきたいイベント、振り返っておきたいニュースをご紹介していきます。今回の番組はこのような流れになっております。まずは8月で最もツイッターでのインプレッション数が高かった仮想通貨ニュースをランキング形式で紹介します。ランキングはこちらです。それでは香上さん、お願いします。はい、そうですね、こちらコインポストのツイッター の, インプレッションから、まあ、皆さんが注目していたニュースをランキング形式にしているので、まあ、私たちがそのニュースを選定したというわけではないんですが、まあ、やっぱりこれまで私が動画で取り上げていたようなイーサリアムマージ関連のニュースだったりとか、税金関連とか、まあ、税制関連のニュース、まあ、あとはソラナのハッキング関連、ソラナ関連のですね、まあ、ハッキングとか資産流出みたいなところがどうなったかみたいなところっていうののニュースとか、まあ、やっぱりこう重要ニュースがこう上がってきてる印象にあるかなというふうに、まあ、このランキングから改めて思います。で、実際に、まあ、やっぱこう皆さんも注目度が高いのが明らかにこのニュースに出てるというか、まあ、イーサリアムのマージ関連ですね。今の現状のステータスで、私たちが収録して26日時点では、まあ、マージ自体の暫定の実施予定日っていうのが明確になりましたと。で、あとは、まあ、そのイーサリアム関連のマージに備えてどういうような投資家の対応が必要かとか、何か誤解があるものが何か、どういうものが今こうイーサリアム側に寄せられているかとか、そういった、まあ、公式側の回答とかですね、まあ、そういった情報っていうのが今出てきているというところですね。で、イーサリアムマージ自体っていうのはもうすでにテストネット上での実装とかが終了していて、まあ、これからマージを実行するにあたる段階に移行するわけなんですけども、大体それが来月の15日前後というふうに、言われてます。まあ、今後ここ の, 15日前後のタイミングでイーサリアムのマージを行われるんですが、まあ、その前にやっぱりこう注目が起こるのが、まあ、POW 側のハードフォークが実際に実行に移っていくのか、でそこが1個前の動画でもお伝えしたんですが、やっぱりこう投資家として注意をしなきゃいけないポイントになってるよというのが、まあ、今まあ、簡単にまとめの現状のステータスになりますね。で、基本的にイーサリアムマージ自体は、まあ、公式側のアップグレードという形になるので、投資家として基本的には、まあ、イーサリアム自体のウォレットとかそういったものを使ってれば、まあ、そのまま利用できるような形で、イーサリアムの POS 側に移行していけるような形になるので、まあ、大きな負担はかからないというところではあるんですが、POW 側の離反派というか、こう今の POW のイーサリアムチェーンを残そうっていうチームが出てきて、でそこ の, チームがですね、まあ、リプレイプロテクションをつけないかった場合に、まあ、そのユーザーの資産が、まあ、そのハードフォーク時にですね、特にそうい う, こう攻撃とか狙われやすいタイミングなので、まあ、ウォレットとかで管理してる人とか、まあ、そういう、まあ、様々な、こう、技術的な問題とかっていうところで、まあ、つまずいてしまう人たちも増えるんじゃないかというところが結構予測されている部分ですね。まあ、なので、まあ、今、そのデファイ運用とかもいろいろされてる方も多くいらっしゃると思うんですが、まあ、結構やっぱ取引所へのイーサリアム入金っていうのは、若干こう、自分たちで対応するのも大変なので、まあ、増えるんじゃないかなっていうふうには、個人的には予想しています。ただまあ今の時点で POW 側のハードフォークがどれだけ現実的なのかっていうのはまだ全然わかんないので、まあ、実際そこが起こるかどうかっていうところが、まあ、今後一つ15日までの大きな焦点になってくるかなという感じですね。やっぱりただそのマージ前にその POW 側もこう対応していかないと、結果的にそこの時点ではマイナーが強制移行していくようなディフィカルティボムとかもシームレスに取引を移行させるような仕組みがあるので、まあ、それまでに対応線とか そのマイナー系の動きとか、まあ、そういうのが出てくるんじゃないかなというところが、まあ、現時点で の, 状況かなというところですね。今回このナンバー11の部分で、まあ、このもし仮にイーサリアムの POW が発生した場合に、まあ、新トークンというところが生まれると思うんですけれども、はい、
まあ、どう日本まずまあ日本としてはそのリストとしてその新しく生まれた POW の通貨はリストに上げそうかどうかって加賀美さんどんな感じで考えてますか？そうですね、これも動画少し触れたんですが、どうしても日本の取引所に限らずですね、まだ取引所海外の取引所も、まあ、どうするかっていうところを明確にこう対応表明しているところっていうのはなかなかないところがあって、まあ、各所、まあ、状況を探ってるよっていうところがですね。でただやっぱりですね、まあ、今日本のその上場関連のステータスって、まあ、こう JBCA 側の、 審査状況とかっていうのが変わってきてるという状況にあって、まあ、最近では結構銘柄の新規上場っていうのが増えてるじゃないですか。でさらにこういうなんか新規通貨のエアドロップとか付与みたいなところっていうのは、まあ、各チームがそれぞれ申請を出すんじゃなくて、まあ、その業界全体というか、その例えば XRP のフレア の、 あのエアドロップの時もなんかこうその情報として出てたんですが、そのそういう XRP を扱ってる取引所が一緒に申請をして、そのまま顧客対応に動けるような状況を作っていこうとかっていう、まあ、今の状況すごい変わってきてる、うん、取引所に資産を置いてそういうところをもらうっていうのも一つ選択肢としてはこう出てくるんじゃないかなと思うんですが、ただ今の現状時点ではですね、まだそこまで早くその取引がまでに持っていけるかとか、この通貨が付与されるかとかっていうところは、まあ、日本の方がやっぱりどうしても規制機関とかの対応を挟まなきゃいけないっていう観点から、うん、結構こう明確に不確実性は多分投資家の方にとっては大きいと思うんですよね。でそういうことを踏まえると結局ですね、やっぱりそのこれまで実績があるような、まあ、バイナンスとかっていうのも本当に取引が配布されてから翌日とかにはもうすでにそういう対応してたりとか、なんかこう取引自体の機能を開放してたりとかっていう形になってくるので、既存の投資家はやっぱりとりあえず海外取引所で受け取るだけ受け取ろうみたいな動きっていうのは、まあ、どうしても出てきてしまうんじゃないかなとは思いますね。私たちもやっぱりこうメディア、日本のメディアなので、まあ、海外日本の登録せない取引所っていうところを進めるのはなかなか難しいんですが、やっぱりそういったその対応スピードみたいなところの差っていうのはまだ完全に埋められてるわけではないかなとは思います。はい。でまあ、日本の場合は今までの傾向からなんですが、取り扱いができなければ基本的にそのユーザーの資産相当のものを現金化して渡すっていう、現金での振り込みという形になるのが結構あって、ただ、まあ、特殊な例もあるんですよね。この前のネムカラシンボルに実際に移行というか、まあ、その対応が行われたタイミングの時にシンボルっていう通貨を上場しないけどその取り扱いだけ配布だけしたっていうケースもあるんですね。取引自体は例えばコインチェックとかもそうですけど、だからそういった意味でも状況はまあ変わってはきてるんですが、まあ、結構現金で返すパターンだったりとか、あとはまあその資産自体のこう配布申請みたいなのをするのかどうかわかんないんですけど、そういったところも徐々にケースとして出てきてるっていう感じ、うん、やっぱりその今までは結構現金で返してるパターンが多いのかなというところでありますかね。うん、まあ、重要な大型のアップグレードじゃない場合はですね、結構、はい。で、まあ、イーサリアム自体は、まあ、より詳しく知りたい方は、私の先週動画で、いろいろ解説していますので、ぜひ概要欄とかから情報とかにアクセスいただければと思います。ナンバー4ですね、今、日本側の税制変わってきてるよっていうタイミングです。私も、まあ、これ本当動画で取り上げたんですが、今、日本の税制改正みたいなところっていうのは、これまで何年も何年も業界団体がトライしてきて、まあ、実現にはまだ至ってなかったっていうところなんですが、ついに問題点の3つのうちの1つが、改善されるタイミングに来ましたよというのが今回のニュースですね。今税制改正の問題で何がこの今回のタイミングで変わっているのかっていうと、大きなポイントは日本政府側が Web3 に関してしっかりと明言をしつつ取り組んでる、まあ、これは本当に与党ベースで進んでるよっていうのが今までの過去と違うポイントで、実際そういった中で今回政府側がですね、その税制改正要望の中で取り上げられていた3つのうちの1つの法人税の改正に動いてきたというところが今回報道としてありました。で一番最初は読売新聞ですかね。なんかそのニュースでパッと出て、真偽がちょっとわからない部分があったんですが、まあ、平さん議員とかですね、そういった方もその情報が、まあ、今回一個の進展だよみたいな形で取り上げられていて、まあ、本当に政府関連の動きとして進んでいるものというところが今の現時点で確定しているというところです。3つの内容って何が問題なのかっていうと、まず、まあ皆さんの
言われているあのトリッキーに関して の, あの雑所得の部分、うん、でもう一つが、まあ、今いわゆる法人税の期末課税問題ですよね。これが今改善されたポイント。で3つ目が相続税、まあ、いわゆる資産税の中に区分される相続税で、まあ、相続したことによって受け渡ししているビットコイン以上の金額を税金で納めなきゃいけないみたいな問題があるというところです。1個目は分離課税のところなので、一律 20% 他 の, あの株と同じようにしていきましょうよと、まあ、ここはまだ実現していないところですね。で2つ目の実現したところは法人税の期末課税の部分で、日本の状況だとトークンを発行するプロジェクト側が自分の会社を元に日本の法人を元にして発行した場合に、期末 の, あの会計処理の部分の中で自分たちが持ってるトークンに時価の金額を合わせて、そ の, あの資産に対してその期末で課税が行われちゃうという問題ですね。でこれ結構その大きい問題で、まあ、単純にその渡辺壮太さんともよく言ってるんですけど、そのトークン自体は将来いろいろ払い出したりとかプロジェクトで使うためで、それ実際そこに対してその資産として、自分たちの会社の資産として持ち合わせてるものでもないものに対して税金がかかってしまうので、ちょっと 10% をすでに市場流通して 90% 持って、徐々に毎年 10% ずつじゃあ市場に放出してトークンエコノミー作っていきましょうよというふうになったとしても、その 90% 分の中の残りの 10% でついた時価っていうのが掛け合わされて、まあ、何千億とかっていう、下手したらめちゃくちゃ大きいプロジェクトだったら何百億みたいなのが日本円で納めなきゃいけない。でもその日本円を作るためにそのトークンを売るわけにいかないので、まあ、積んでしまうから、そもそも日本ではそのクリプトのプロジェクトはできませんよねっていうのが問題されてたところですね。でこれただでも日本のプロジェクトでやってるところいろいろあるじゃないですか、うん、でハッシュポートとかもこのハッシュパレット系のプロジェクトやったりとかしてると思うんですけど、まあ、ああいうところももう今までやっていた中で、そういった会計処理の部分の解釈の部分でいろいろとこう追求したりとか、まあ、対応したりとかしてるっていうようなお話を聞いたんですが、まあ、これがもっとその法律のまあ文面上とかで変わるっていうことから、うん、まあ、みんなプロジェクトが安心していきなり後から大量の請求がされるんじゃなくて、安心して取り組めるようになったっていうところの第一歩になっているというところで、まあ、すごい大きな進展かなと、まあ、こういうところから変わっていって、こう私たちの、まあ、トリッキーに関しての部分っていうのも徐々にこう変わっていく一つの大きなあのきっかけになるかなと思うので、まあ、ここはすごい注目の事例かなと思います、はい。でまあ、最後にですね、少しあのネガティブな内容でナンバー7とナンバー8で、ソラナ関連のウォレットが標的にハッキングによる大量被害とか、あとホットビット取引出金停止みたいなのがあるので、ちょっと気になる方もいらっしゃるかなって簡単にフォローすると、あ、ソラナ関連のやつは、まあ、ソラナの自体に問題が起きたっていうわけではなくて、その関連ウォレットの中の一部が、まあ、中央集権的にそういうシードフレーズとかですね、その皆さん の, その資産管理をするための仮想通貨系のウォレットをこう管理するための非中央集権の場合のが秘密鍵とかいろいろあると思うんですけど、そういったところの管理情報みたいなものをまあ、中央集権的なデータベースに置いていたということで、まあ、それを狙われて、まあ、そこに入ってたその資産っていうのが徐々にハッカーが送金をしていってしまったというので流出につながったっていうのが今回のまあソラナ関連の内容で、まあ、ここに関してはもう対応が徐々に行われたりとか、まあ、その実際のユーザー側もまあその資産を安全なところに移すとかっていう形でまあ対応に動いたというところですね。で、ナンバー8のホットビットに関しては、なんかこのホットビット関係者が、なんかその変な偽のわからないプロジェクトに参加していて、それにホットビットの関係者に対してなんですが、その法的な機関っていうところから、まあいろいろ召喚状とかが行われている中で、まあ捜査が問題になってるんじゃないかというところが、まあ、今回の報道で、実際ここに関しては、その次のですね、進展っていうのはまだ報じられていないんですが、まあ、ホットビット自体っていうのが一時的に入出金停止して、まあ、何かハッキング起きたんじゃないかとかっていう、そういう憶測がこう回ってしまったというようなところが、まあ、今回のニュースで、まあ、そこまで大きな問題に発展しなかったという感じですかね。まあ、ソラナ自体もそんなにすごい、こう、めちゃくちゃこれで売られたとか、そういうわけではなかったので、まあ、実際こういったネガティブなニュースはあるんですが、どちらかというと、やっぱマーケットが下落相場にいるのは、まあ、金融関連の要因が強い状況。だから、今のは、まあ、ステータスとしては、あまりこういうネガティブなニュースとかっていうところで大量に売られるっていうわけではなくて、やっぱり米国株とかそういった動きとの連動性だって、金利関連のマーケットの地合いとかっていうところが、まあ、すごい、リスク資産としてのクリプト
の側面に対して、まあ、マイナスの影響を与えていて、一方で、まあ、注目材料としてはイーサリアムのマージがこう業界内で注目されて、ここがどうなるか、うん、まあ、本当にこの2点の状況かなというところで、うん、まあ、今回ランキングの解説を示させていただければと思います。はい、では、まあ、これからですね、まず注目したいイベントに関してなんですが、まあ、これはもう今お話した通り、まあ、CPI と FOMC でが主になポイントで、ザ・マージの実装っていうのが、まあ、この3点がメインかなと思います。うん、で結局 CPI と FOMC、こう今も、まあ、少しですね、まだこう金融の引き締めに動くんじゃないかというところで利上げの部分が見込まれているというところであるんですが、まあ、ここはまあ結果的に今はまあマーケットは織り込んでる部分は織り込んでるところではあるの でこれによってすごい大幅に下落するかって言うと分からないんですが、やっぱりマーケットが動くポイントではなるというところで、クリプトマーケットも影響は圧倒的に受けるかなというふうに思います、ね。うん、あとはザ・マージ、まあ、ここは今15日前後というところになっています。はい、で続いてですね、新しい経済さんの方からブロックチェーンニュースのについて解説いただきます。ランキングはこちらになってます。はい、今回5つ挙げておりますが、まあ、最初のに挙げているソラナのブロックチェーンでの大規模ハッキングっていうのは、先ほど加賀美さんがあのコインポストのニュースの中でも解説してくださっていて、まあ、個人的にこの中で伝えたいなというところは、まあ、これまでのハッキングのニュースっていうのは基本的には一個人が運用しているウォレットとかではなくって、企業とかとあるプロジェクトとかノードとかが運用しているものだったから、まあ、金額的にはすごく大きいですが、ソーシャル上で一人一人私のウォレット大丈夫かどうかみたいなところが反応があまりなかったんですが、今回のこのソラナ関連に関しては、まあ、スロープウォレットであったりとかファントムとかそのあたり使っているイーサリアムでいうところのメタマスクみたいなのが、まあ、ソラナ上だとファントムであったりとかスロープウォレットみたいなところに当たるんですけれども、やはり 2B というよりもどちらかというとなんか 2C の要素が強い、まあ、ウォレットサービスだったので、結構この事象が生じた時に結構日本人の知り合いとか、まあ、友達とかユーザーさんがソーシャル上で発信をしていたので、あれ結構金額的にも大きくなっていくんじゃないかなっていう風な感覚を持っていたんですけど、金額としてはそこまで大きな被害には至らず、ウォレットの被害数も8000とか8000から1万くらいの間で、まあ、収まっているというところで、まあ、一つ不思議に思ったのはやっぱり先ほど加賀美さんもおっしゃったように価格にはあんまり影響しなかったっていうところが、なんか なぜなんだろうっていう疑問は残りながらも、まあそこら辺は少し気になったかなというところでした。で、まあ、2つ目、まあ、この総じて言えるところが、まあ、これまでのこのブロックチェーンニュースの8月に関してはやはりこの Web2 の企業が、まあ、この Web3 へ移行している段階でその発信があったのかなというところでして、インスタに関しては昨年くらいからまあ NFT に取り組むっていうお話をまあ CEO がしてきていて、で今回まあ今年の6月にまあアメリカで一部使用をテストで利用していくというふうになって、今回の発表でまあ100カ国以上へ提供で、まあ、こちら現時点で日本が含まれているかどうかっていうところの報道はされていないと思うんですけれども、まあ、ほとんどの国で使えるようになっていくというところで、まあ、さらに今回の中でこれまでだとイーサリアムとかポリゴンで、まあ、EVM 互換のブロックチェーンに対しての提供だったんですが、まあ、フローが発表されて、そして近日中にソラナにも対応するというところになっておりますと。で、まあ、今回このインスタの中で何ができるのかっていうところで、まあ、大きく分けると3つで、まあ、個々人が今話していたメタマスクであったりとか、まあ、各個人のウォレットをインスタのアカウントと、まあ、紐付けることができて、でさらにその持っている NFT ってものをインスタ上で、まあ、共有でシェアしたりとか、あとはまあそのコレクターとしての自分とそれを作ったクリエイターのタグ付けであったりとか、なんかそんなところをまあインスタの中でストーリーズであったりとか、まあ、タイムラインとかでシェアできるようになっていくと。で今後の方針としては、まあFacebook がまあ VR とか AR とかに取り組んでいって、まあ、今後まあメタという名前に去年も変えましたけれども、そういうメタバース空間の中でのまあデジタルコレクティブルっていうものを、まあ、私たちが言うところの NFT と捉えて、そことのサービス接続っていうものをまあソーシャル上でしていくという方針を持っていて、まあ、引き続きまあこのメタの動きっていうところはまあ一つ注目。ただ最近そのザッカーバーグが自分のアバターを表現したそのメタ のクオリティに対しての
賛否両論が結構あって、まあ、やはり個人的にはクオリティはすごく大事かなと思うところなので、そのあたりどうやってデザイン性とかクオリティを高めていくのかなっていうところは、まあ、気になっていたりはします。引き続き3つ目で、まあ、日本人、僕もそうですが、まあ、レディットっていうサービスを私たちは日々そこまで使うかって言われると、私自身はそんなに使わないんですが、結構海外の友達であったりとか、人たちはツイッターのような形で、まあ、掲示板みたいなものなんですけども、ユーザー数も4億人とか、それくらい億単位の規模でいる、まあ、C のサービス、2C のサービスで、まあ、レディットが、まあ、L2 のアービトラムで独自ポイントを発行していくというふうなニュースがありましたと。で、まあ、レディットに関しては、まあ、このメディアをやってきていて、2019年くらいから、まあ、このブロックチェーン領域、トークンエコノミーっていう文脈で、まあ、ポイントっていうものを活用し始めていて、まあ、これまでタイムラインの中でいいコメントした人とかに対して、まあ、ポイントっていうものをイーサリアムのリンクバイっていうテストネットで発行して付与していくという形で独自のウォレットも作ってきたりとかしていて、これまでテストネットっていう段階でやってきて、さらにイーサリアムの財団からと提携してやっていくという形で、なんかそんなに大体的にこういうトークンエコノミーを作っていってっていう大きな発表はしてこずに、徐々にそれだけユーザー数が多いサービスなので、ゆっくりゆっくり作り上げてきているなという印象を持っていて、まあ、今回、まあ、独自ポイントを実際にメインネットでローンチすると、アービトラムというところで、アービトラムでローンするというところで、このニュースの中で一つポイントとしてあったかなと思うのが、まあ、アービトラムっていうところで、今回このアービトラム自身もアービトラム1っていうものがレイヤー2のネットワークとしてあって、今回このレディットが活用するのがアービトラムノバというネットワークを提供するというところで、まあ、こちらアービトラムとしての位置づけとしては、まあ、ゲーム企業であったりとか、ソーシャルアプリとかを作っている SNS とか、まあ、Twitter であったりとか、まあ、インスタとか、まあ、こういうレディットとかが、まあ、活用する。多分詰まるところユーザー数がすごくたくさん、多くのユーザーが使うであろうサービスに対するこの L2 のネットワークっていうものをアービトラムノバとして位置づけているんではないかと思うんですけれども、まあ、そういうような形で、まあ、アービトラムノバっていうものも今回発表されたというところで、まあ、7月8月と L2 領域っていうところがネットワークでローンチして出てきていて、どの L2 を使うのかみたいなところも一つ注目されているので、まあ、トークン発行みたいなところも、まあ、されていく可能性はあるところなので、例えば投資家の方々であったりとかすると、どの企業がどの L2 使っているんだろうみたいなところは一つ注目材料としてあるんじゃないかなというところです。4つ目のニュースに関しては、まあ、ステップンが、まあ、これまでソラナの S 国、そしてバイナンスの B 国、そしてイーサリアムの E 国と来て、まあ、今後 LINE ブロックチェーンというところと、まあ、共同して開発していくみたいなところを、まあ、示した覚書を締結したというニュースが出ていて、まあ、L 国が誕生するのではないかと、まあ、これ特に日本のユーザーに対しての提供だったので、ブロックチェーンの関連事業と関連事業 LINE の中で展開している LINE ジェネシスとステップンを運営するファインドサトシラボが、まあ、8月9日に提携したというニュースで、具体的な内容っていうものは全然出てはいないんですけれども、まあ、ステップンのユーザー数っていうのが、まあ、日本の中ですごく多く、かつ、まあ、LINE っていうものも NFT とかは、これまで LINE NFT という形で出してはきていて、独自通貨のリンクみたいなものも、まあ、実際に今決済利用ができるようになってきていて、ユーティリティという部分も出てきてはいるものの、まだキラーコンテンツみたいなところが現状多分ない状態だと思うので、まあ、LINE 上でステップンがローンチされると、まあどうなるのか、そして、まあ、ユーザー多いので結構話題になったというニュースになっております。最後のニュースが、まあ、ビットフライヤーが IEO に参入するというところで、まあ、今回、ソーシャルアプリのイェイというソーシャルアプリを運用している斜め上社の IEO を担う引き受け人として担っていくよというところで、まあ、まだ発行するかどうかみたいなところは確定段階ではないんですが、まあ、引き受け人はやりますというふうな契約を締結したというところで、まあ、今日本の取引所っていうものは、まあ、コインチェックとか DMM であったりとか GMO コインとか、まあ、それぞれ IEO に参入をしていて、最後に日本の中でも世界でも特に大手の取引所であるビットフライヤーが IEO に参入したと。
というところで、まあ、これまでの IEO の実績としてはコインチェックのハッシュパレットと GMO コインの FC 琉球、サッカーチームの FC 琉球の2つ目で、まあ、3つ目どうなるのか、3つ目いくつか予定はされているんですけれど、まだ実際に実施されるというところまでは至っていないというのが現状で、IEO に関してはやはりこの日本企業が、税制とか様々な規制の問題もある中でトークン発行してビジネスをしていこうというふうに考えたときに今取れる選択肢っていうのは大きく分けると2つなのかなと考えていますと。で、まあ、1つがやはり海外に行ってトークン発行をして、そしてまあその発行したトークンっていうものの価値が認められれば、まあ、日本の取引所内で、まあ、再上場する可能性があるというところで、まあ、これまでの1つのケースだと、まあ、DEA 社とかなんかそういうのとかがあるのかなと。で、まあ、もう一個のやはりトークンを活用したビジネスを企業が発行体としてなってやっていくってなると、まあ、規制の枠組みの中でやるとしたら、まあ、やっぱり IEO しか残されていないのかなというところで、なんか大きく分けると2つの枠組みがあって、まあ、IEO っていうところは今後、まあ、トークンを活用したビジネスを経済圏作ってやっていきたいみたいな企業が発行体となるためには、まあ、必要な受け皿なのかなと思っていますと。で、個人的にも気になっていた、まあ、IEO をした場合に、まあ、投資家さんが最初に、まあ、株もそうですけれども最初に購入する時の売り出し価格っていうのが決まると思うんですけども、どんな風にして決まるのかみたいなところは一つ気になっていて、まあ、聞いたんですけれども、まあ、ビットフライヤーの方が言うには、発行体のまず価格として決めるところは何かっていうと企業のまず財務算表っていうものを見ますと。で、そしてさらには、まあ、本当にマスのマクロの経済でインフレーションであったりとか、その今の経済状況が実際にどれくらいなのかみたいなところと、そのトークンエコノミクスっていうものがどれくらい持続可能で、どれくらいの価値がつきそうなのかみたいなところ、まあ、それ以外の部分も含まれてはいると思うし、発行する時の経済状況にも最終的には依拠するというふうにはおっしゃっていたんですけれども、まあ、そんなような、まあ、これまでの従来の一般的な経済状況も加味しながら、まあ、その価格っていうところが決まっていくというところで、まあ、私たちは発行体でなければその価格に準じてそのトークンを購入しようと思えば購入しなければいけないので、結構その価格って本当に適正なのかどうかみたいなところは自分自身も関心があるし、皆さんもなんでこの金額なんだろうみたいなところは一つ注目、 IEO ってまだ価格というか他の事例が少ないからこそ価格っていうものがまだまだ客観的とか合理的ではない部分になっていると思うので、まあ、そのあたりここから事象が出てくるところだと思うので、少し、鋭い目というか厳しい目を持ちながら IEO っていうものを見ていくといいんじゃないかなというふうな感覚を持っています。やっぱり、まあ、IEO 結構増えてきてますけど、地合いが悪い中で、まあ、IEO 後のマーケット価格がうまくいってないケースとかも見られているので、まあ、ここから追加資金をこういい循環を作れるかどうかって、すごいこのミッドフライヤーの IEO すごい重要だと思うんですよ。やっぱ斜め上の A って結構その注目度的にも大きいと思うので、業界内も含めてですね、うん、まあ、そういった意味でここのミッドフライヤーの IEO がある意味成功するかどうかっていうのは後続の他の取引所への影響も大きく出ると思うところでもあると思うので、まあ、この点はすごい日本人ユーザーというか日本人としても注目したいなと思います、うん、はい、ざっくりまとめましたが、5つで最初に伝えた通り、なんか8月に関しては Web2 の企業が Web3 にどう参入するのか、参入していくのかみたいなところが見えたっていうところと、まあ、最初の新しい経済としてもコインポストさんが最初に伝えてくれた税制であったりとかイーサのマージみたいなところは読者さんもすごく関心が強かったところなので、そのあたりを押さえておけばいいのかなと思います。まとめるとやっぱりこう、まあ、とりあえずイーサリアムですね、今の注目度の大きいところでいくと、もう本当にそこに尽きるかなというところではあるので、まあ、ここに関しては私たちの方の動画でもですね、続報があれば皆さんにお伝えして情報としてキャッチアップできるようにしていければなと思いますので、まあ、ぜひ面白いなと思ってくださった方とか応援してくださる方はチャンネル登録とグッドボタンをどうぞよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。